どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。あ、いました。今日もハニーさん久しぶりの登場、はい。ハニーさんでございます。こんにちは。2人がこんな風に並んでいるということはもういつも恒例なんですけど、ちょっとだいぶ間が空いちゃいました ね。前回からだいぶ間が空いたんですけど、夫婦でセッションやってみようと思います。はい、僕たち2人でこうね、なぜアンサンブルでハーモニーでお届けしますので、うん、皆さん動画をご覧の皆様も一緒にセッションしていきましょう。はい。ウクレレってめっちゃ楽しいんですよ。もしかしてこの動画初めて見た方いらっしゃるかもしれません。ウクレレどんな方でもあっという間にすぐできますよ。ここのリンク行ってください。ここからね、動画見ながらやってたらもうね、どんな方でもすぐにできるプログラムがありますんで、ウクレレで音楽楽しんでいきましょう、ということでね、今日今日何の曲やろうかなっつってね、話し合ったんですけど、最近ガズレレ YouTube で取り上げた曲で、アン・ルイスさんのグッドバイ・マイ・ラブ、グッバイ・マイ・ラブ、これがですね、思いのほかすごいいい曲で、ウクレレのね、こう、練習にもすごいなるっていうことで、三連のアルペジオとか、で、ガズレレ大学っていうのをやってるんですけど、YouTube メンバーシップ、この動画をパソコンで見ていらっしゃる方は、この下のところにね、メンバーになるっていうボタンがあると思うんですけど、そこで毎週2回ライブ配信で、ものすごいね、面白いリズムトレーニングでいろいろやってるんですけど、そこでの課題曲にもなったりしているうちに、ハニーがなんか、ハマっちゃって、で、こう、ラブラブ、僕たちすごいラブラブなんで、これめっちゃ別れの歌なんですけど、それをこう楽しそうに歌うという、なんかね、へんてこな感じでやれる。でもすごい名曲なんですよね。そうだね。いつもこうぐるぐる頭巡っちゃう感じで。はい。なんで、グッドバイマイラブをこれから2人でセッションしようと思うんですけど、演奏終わった後に、またこのレッスン動画の方シェアしたりするんで、最後までぜひともご覧になってください。それじゃあやっていきましょうか。はい。はい、チューニングもバッチリだし。よし。じゃあ2人で夫婦でセッション、グッドバイマイラブ、やってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。
行ったね。行ったね。一発で行った。すごいね。練習した甲斐があって、テイクワン今の。すごい。ちょっとあの。初じゃないこれ。すごいね。やっぱり練習した甲斐あったね。そうだね。大体何回かやるのよ。6回ぐらいはいつもやってる。下で散々、下でってか今2階で撮ってるから、リビングルームで散々練習して、よし撮るぞっていつも上がってきてね。それでね、結構何回もやってね。そう、いいとも言ってるからね。今今回珍しい。すごい。まあ、なんていうの、クオリティはちょっとあれだけど、もうすごいね、これ合格ラインの演奏ができたと思う。合格ライン何を持ってか分かんないけど、まあ僕たちにとってね、うん、いい線まで今行ったなということで、うん、もうびっくりした。いやー嬉しい。いやー素晴らしいですね、うん、まあそんな感じでこれいいでしょ。曲すごいまったりしてて、おしゃれでさ、ちょっとなんかジャズっぽい感じもあったりとかして、ちょっと歌詞は切ない、なんか別れの歌なんだけど、なんかちょっとほっこりした感じもあるかなという感じで、ね、はい、ぜひ皆さんもアン・ルイスさん、グッバイ・マイ・ラブ、これ本当名曲だと思います、うん、このグッバイ・マイ・ラブのレッスン動画ここに貼り付けとくんで、概要欄のところにも貼り付けときますけど、ぜひこれみんなやってみて、うん、サンレのアルペジオ面白いよ、うん、これをね聞きながら歌うっていうのはなかなか面白いんですけど、はい、こういうリズムトレーニング、そのさっきも言ったけど、ガズレレ大学って毎週2回ライブ配信でね、はい、もうみんなでもううわーってこういう、ね、わちゃわちゃやってるんで、まあ、ぜひともあのガズレレ大学の方もよろしくお願いします、はい、あと本当いろいろやってんだけどもね、いろいろあるからもうホームページチェックしてください。もうガズクラブとか今、はい、カオレレフェスとか今やってる、カオレレフェス参加賞もあるんでね、はい、ぜひあのチェックしておいてください、だいたい概要欄のところに入って貼ってありますね、はい、音楽ってやっぱりね聞くのもいいけど、やっぱやる方が最高。しかもこの夫婦でやったりとか、まあ、仲間とかでさ、うん、複数人でやるとやっぱこうアンサンブル、うん、ハーモニー、やっぱこれね一人でやるのも最高だけど、うん、二人とかの仲間でやるのもまた最高と、うん、ウクレレこんなちっちゃいのにさ、すごい可能性ですね、はい、本当ね、だから僕はこのガズレレという活動でもうみんな音楽さどんどんやろうよということで、うん、こんな風にいろいろあのシェアしたいんで、うん、皆さんも楽しんでもらって、もうその楽しさがこう横に広がっていく、これが素晴らしいことだと思います、はい、皆さん音を楽しむとか言って音楽、うん、音楽を楽しんでいきましょう。2021年の夏、はい、夏にはウクレレですから、はい、じゃあ今日はこれで、うん、さようならでございますけど、はい、またあのいろいろ見てね、さようなら、バイバーイ。